南北戦争の北バージニア方面作戦は、1862年8月から9月の間に、東部戦線のバージニア州で行われた一連の戦闘である。南軍の将軍ロバート・E・リーは、半島方面作戦の7日間の戦いでの成功に、続いて、北のワシントン DC 方向に動き、北軍のジョン・ポープ少将が率いるバージニア軍を破った。リーは、ポープ軍がジョージ・マクレラン少将のポトマック軍と合流して、精力的に優位に立たれることを心配し、ストーンウォール、ジャクソン少将を機隊を送って、ポープのゴードンスビルへの前進を妨害しようとした。両軍は8月9日のシーダー山で初めてまみえ、南軍が勝った。リーは、バージニア半島にいるマクレラン軍がもはやリッチモンドに対する脅威ではなくなったと判断し、その軍隊の残り大半であるジェームズ・ロングストリートの軍にジャクソンの後を追わせた。ジャクソンはポープ軍の右翼を回り込む広域のミサオ軍を行い、ポープ軍の背後のマナサス鉄道結節点にあった北軍の大規模補給庫を占領し、ポープ軍とワシントン DC の間に自軍を置いた。ジャクソンは1861年に行われた第一次ブルランの戦いの時の戦場近くに防御に適した陣地を確保し、リーとロングストリートの軍隊が戦場に到着した8月29日にはうまく北軍の攻撃を撃退した。8月30日、ポープは再度攻撃をかけたが、ロングストリート軍とジャクソン軍による攻撃の間で捕獲されそうになり、大きな損失を出して後退を余儀なくされた。この方面作戦はもう一度ジャクソン軍が側面攻撃に出て9月1日のシャンティリーの戦いでポープ軍が敗北して終わった。リーの北バージニア軍のポープ軍に対するミサオ軍は軍事上の傑作だと考えられている。歴史家ジョン・J・ヘネシーはリーはもっと賢く戦えたかもしれないが、これは彼の偉大な作戦だったと書いた。私は西部から諸君のところにやってきた。西部では常に敵の背中を見てきた。敵を求め続け、見つけた時はこれを打ち破ることが仕事の軍隊からやってきた。その方針は攻撃することであり、防御ではなかった。我々の前を見つめて、後を見ないでおこう。成功と栄光は前進の中にあり、失敗と不名誉は後方に待っている。ジョン・ポープ、バージニア軍の士官及び兵士へ、7月14日1862年6月の7日間の戦争で、マクレランの半島方面作戦が崩壊した後、エイブラハム・リンカーン大統領は、新しく結成された北バージニア軍の指揮官に、ジョン・ポープを指名した。ポープは、西部戦線でいくらかの成功を積んでおり、リンカーンはマクレランよりも攻撃的な将軍を求めた。ポープは部下の指揮官から慕われる存在ではなく、軍団指揮官として選ばれた3人全員が事実上ポープよりランクが上であり、東部の兵士は西部の兵士より劣ると言わんばかりの自慢話で若い士官も辟易させた。ポープが抜擢した何人かは、ポープの攻撃的な調子に勇気づけられた。北軍の指揮官、ジョン・ポープ少将北軍のバージニア軍は既存のバージニア周辺で活動していた方面軍から1862年6月26日に結成され、その大半は最近のジャクソンによるバレー方面作戦で翻弄されていた。ジョン・C・フレモント少将のマウンテン方面軍、アービン・マクドウェル少将のラッパハノック方面軍、ナサニエル・バンクス少将のシェナンドー方面軍、ワシントン軍事地区からサミュエル・D・スタージス准将の旅団、西バージニアからジェイコブ・D・コックス准将の師団で構成された。この新しい軍隊5万1000名は3つの軍団に分けられ、第1軍団はポープの指名に続いて嫌気して辞めたフレモントに代わって、フランツ・シーゲル少将が指揮し、第2軍団はバンクス、第3軍団はマクドウェルが指揮した。スタージスのワシントン部隊は予備隊とされた。ジョン・ベアズリー大佐とジョン・P・ハッチ、ジョージ・ B・ベイアード各准将の騎兵旅団は直接3個不評軍団に付属され、集中的統帥がなかったことでこの方面作戦では消極的な効果しかなかった。マクレランのポトマック軍に属する3個軍団とアンブローズ・バーンサイド少将の第9軍団が戦闘中にポープ軍に合流し、総勢力は77000名となった。南軍側はロバート・E・リーの北バージニア軍55000名が2つの翼あるいは式に組織された。右翼はジェームズ・ロングストリート少将に、左翼はストーンウォール・ジャクソン少将に指揮された。J.E.B. スチュアート少将の騎兵師団は、ジャクソンの翼につけられた。南軍の構成は7日間の戦いのために、リーが引き継いだ時の軍隊より、かなり単純になっており、これはリーが効果的でないと考えた何人かの師団指揮官を外し、残りの師団をジャクソンとロングストリートの下に集めた結果だった。ポープの任務にはいくつかの目標があった。ワシントンとシェナンドー渓谷を守ること、及び南軍をゴードンスビルの方向に誘導して、マクレランから引き離すことだった。ポープは、ゴードンスビル、シャーロッツビル及びリンチバーグをつなぐ、バージニア中央鉄道を騎兵隊で遮断させることで、後の方の作戦を始めた。ハッチが指揮する騎兵隊の出発が遅れ、7月19日には、ストーンウォール、ジャクソン軍14000名がゴードンスビルを占領していることを発見した。ポープはリンカーンから奨励されたもう一つの大きな目標があった。この時初めて北軍は戦争の過酷さを直接アメリカ連合国の文民に味わわせることで圧力をかけようとした。ポープはこの件で3件の将軍命令を発した。将軍命令第5号は軍隊がその土地で生きていくことを指示し、アメリカ合衆国に忠実だった市民のみに戦後に払われる預かり賞で取り立てを受けた農民に弁償するというものだった。ある兵士にとっては、これが略奪や窃盗の公式の免許になった。将軍命令第7号と第11号は、北軍の後方で続いている南軍のゲリラの問題を扱った。ポープは北軍に銃口を向けて発砲した家はどれも焼却され、住人は戦争捕虜として扱われると命じた。北軍の士官はその戦線あるいは届く範囲内にいるあらゆる不忠な男性市民を逮捕するよう指示された。これらの命令はポープの仲間であるマクレランの戦争哲学とは基本的に異なっており、この方面作戦中、2人の間にいくらかの敵意を疑いもなく生じさせた。アメリカ連合国当局は激怒し、ロバート・E・リーはポープのことをゴロツキと決めつけた。リーは7日間の戦いでマクレランと戦った経験から、マクレラン軍はもはやバージニア半島で脅威ではなくなったと認識し、リッチモンドの直接防衛のために全軍を残しておく必要性はないと考えた。このことでジャクソンをゴードンスビルに行かせてポープ軍の動きを止め、同時にバージニアの中央鉄道を守らせることができた。リーは心に大きな作戦を描いていた。北軍はポープ軍とマクレラン軍に分かれており、その距離も遠く離れているので、マクレランに注意を戻す前にポープ軍を潰すチャンスだと考えた。7月26日、リーは伝説の騎兵でゲリラ戦士であり、捕虜交換から帰ってきたばかりのジョン・ S・モスビー大尉に会った。モスビーは北軍管轄下のハンプトン・ドーズ地区を通って帰ってきており、重要な海軍の輸送活動を目撃して、ノースカロライナ州で戦ってきたアンブローズ・バーンサイド少将の軍隊が船で運ばれ、ポープ軍の支援に回るものと推定した。リーはバーンサイドの軍が到着する前に迅速な行動を取ろうと考え、翌日 AP ヒル少将に12000名をつけてジャクソン軍との合流に向かわせた。一方マクレラン軍に対しては砲撃と陽動作戦でその注意を引きつけた。マクレランはハリソンズランディングからマルバーンヒルまで軍隊を前進させ、リーはその脅威に対応するために南に動いたが、マクレランは結局その前進を止めさせた。8月3日、北軍総司令官ヘンリー・ハレックはマクレランに半島からの最終的な撤退とポープ軍支援のための北バージニアへの帰還を命じた。マクレランは抗議し、8月14日までその再配置を始めなかった。7月29日、ポープはその作戦本部をワシントンから戦場に移した。ハレックからはマクレラン軍と連携する作戦を知らされたが、それを待っているよりも先に、シーダー山近くの陣地にその軍隊の一部を動かし、そこからゴードンスビルに対して、騎兵の襲撃をかけさせようと考えた。ジャクソンは8月7日にカルペパーコートハウスまで前進し、ポープ軍の残り部隊が集合する前に、ポープの軍団を攻撃しようと考えた。8月9日、ナサニエル・バンクスの軍団がシーダー山でジャクソン軍を攻撃し、初戦は好調だった。南軍のチャールズ・ S ・ワインダー准将が戦死し、その師団は分断された。A.P. ヒル少将が率いた南軍の反撃で、バンクス軍はシーダークリークを越えて撤退した。しかし、ジャクソン軍の進攻が北軍のジェームズ・ B ・リッケッツ准将の師団によって止められた。正午までにジャクソンはポープ軍が集結したことを知り、個別撃破しようという彼の作戦を諦めた。ジャクソン軍は8月12日までその場に泊まり、その後ゴードンスビルまで後退した。8月13日、リーはロングストリート軍をジャクソン軍の支援に送り出し、さらに翌日、マクレラン軍が半島を離れたことを確認した後で、全軍の残りすべてを派遣した。リーは8月15日にゴードンスビルに到着し、全軍の指揮を取った。リーは北バージニア軍全軍をクラークス山の南に集結させ、マクレラン軍がポープの支援に到着する前にポープ軍を破るための迂回行動を立案した。その作戦とは、スチュアートの騎兵隊をまず派遣し、本隊が後について8月18日にクラークス山の陰に隠れてラピダン川の北に至るというものだった。スチュアートはサマービルフォードを渡って鉄道橋を破壊し、続いてポープ軍の左翼から後方に回り込み、物資を破壊して北軍の退路になりそうな道を塞ぐことを予定した。兵站の難しさと騎兵の動きが遅れたことで、この作戦は破棄された。8月20日と21日、ポープは戦線をラッパハノック側まで後退させた。ポープは北軍の騎兵が襲撃した先で、リーの命令文書の写しを捕獲しており、その作戦に気づいていた。スチュアートは、その襲撃中に捕獲されそうになり、そのマントと羽付き帽子を取られてしまったが、8月22日に、カトレット駅にあったポープの作戦本部を襲い、北軍指揮官の制服を手に入れて仕返しした。スチュアートの襲撃は、北軍の右翼が、迂回行動に対して脆弱であることを示したが、激しい雨で川が溢れんばかりとなっており、これを困難にした。これは、ポープ軍を補強するという作戦も困難にした。それが実現すれば、北軍の勢力は13万名となり、南軍北バージニア軍の2倍以上になるところだった。両軍は、ラッパハノック川沿いで一連の小さな戦闘を行った。ウォータールー橋、リースプリング、フリーマンの浅瀬及びサルファースプリングの各戦いがあり、数百の損失を出した。これらの小競り合いで、両軍とも川沿いの監視を続けた。雨量が多く川水は膨れ上がっていたので、リーは川を越えてまで進軍させられなかった。ポープは川を越えて、リー軍の右翼を叩く攻撃を検討したが、やはり降水に妨げられた。この時までに、ポトマック軍の支援部隊が半島から到着した。ハインツェルマン少将の第3軍団、フィッツジョン・ポーター少将の第5軍団、及びジョージ・ W ・テイラー准将指揮下の第6軍団の一部だった。敵の勢力が自軍を上回ってきたことに直面したリーの新しい作戦は、ジャクソンとスチュアートに全軍の半分をつけて、ポープ軍の通信線であるオレンジ&アレクサンドリア鉄道を遮断するために側面に回らせた。これで、ポープ軍は撤退を強いられ、移動中に脆弱になった時に打ち破れるはずだった。ジャクソンは8月25日に出発し、その夜、セーラムに到着した。8月26日夕刻、ジャクソンの翼は、サラフェアギャップを通って、ポープ郡の右翼を回り込み、ブリストーでオレンジ&アレクサンドリア鉄道を攻撃し、8月27日の夜明け前に、マナサス鉄道決接点で北軍の大規模補給庫を破壊した。この急襲で、ポープ軍は、ラッパハノック川沿いの防衛線から慌ただしい後退を強いられた。8月27日、ジャクソン軍は、ユニオンミルズ近くで北軍の一個旅団を崩壊させ、数百の損失を出させた上に、ジョージ・テイラー准将が致命傷を負った。南軍、リチャード・イーウェル少将の師団は、ケトルランで、北軍ジョセフ・フッカー少将の師団と、活発な後衛戦を演じ、約600名の損失を出した。イーウェル隊は暗くなるまで、北軍の攻撃を持ちこたえた。8月27日から28日にかけての夜に、ジャクソンはその師団を、北の第一次ブルランの戦いの戦場に進軍させ、未完成の鉄道路盤の背後に陣を敷かせた。北軍、リケッツの師団は、サラフェアギャップにあるチャップマンのミル近くで小競り合いを演じた後、数マイル北のホープウェルギャップを過ぎる南軍の重隊とサラフェアギャップの高台を確保していた部隊に側面を突かれた。リケッツ隊が後退し、ロングストリートの翼がギャップを通って、ジャクソン軍に合流することを可能にした。このことは一見重要でないように見えるが、リー軍の両翼が、マナサスの戦場で合流することを許したので、8月29日から30日にかけての戦闘でポープ軍が敗北する事実上の要因になった。リケッツはゲインズビルを通ってマナサス決接点まで後退した。ジャクソンはポープ軍を戦いに引き込むために8月28日にウォレントンターンパイク上のジャクソン軍の前面を通過中の北軍重隊に攻撃をかけさせた。ブローナーの農園の戦いは数時間続き、引き分けに終わった。ポープはジャクソンを罠にはめたと思い込むようになり、自軍の主力をジャクソン軍に集中させた。8月29日、ポープは未完成の鉄道路盤に沿ったジャクソンの陣地に一連の攻撃をかけさせた。この攻撃は両軍に大きな損失を出させ、北軍は撃退された。正午、ロングストリート軍がサラフェアギャップから戦場に到着し、ジャクソン軍の右翼についた。8月30日、ポープはその攻撃を再開させたが、ロングストリート軍が到着したことを知らないかのようだった。ポーターの第5軍団による北軍の攻撃を南軍の集中砲火が砕いたとき、ロングストリート軍28000名からなる右翼が、反撃を行ったが、これは南北戦争の中でも最大の同時集中攻撃になった。北軍の左翼が崩壊し、ブルラン側の後方に撤退した。北軍5詰め部隊の効果的な行動により、第一次ブルランの戦いのような惨事の再現だけは免れた。それでも、ポープ軍のセンタービルへ向けた撤退は慌ただしいものだった。翌日、リーは自軍に追撃を命じた。この戦いは北バージニア方面作戦の中でも決定的な戦いだった。ジャクソンはブルランからの北軍の撤退を遮断することを期待して大きな回り込み行動を行った。9月1日、ジャクソンはオックスヒルに近いリトルリバーターンパイクのシャンティリー、プランテーションの向こうにフィリップ・カーニーとアイザック・スティーブンス各少将の師団に対して自軍の師団を送った。南軍の攻撃は激しい雷雨の間の激闘によって止まった。北軍のスティーブンスとカーニー両将軍は戦死した。ポープはフェアファックスコートハウスにいる自軍がなお危険な状態にあることを認識し、ワシントンまでの撤退続行を命じた。北バージニア方面作戦は、リーの小さな軍隊がその資源を慎重に使ったものの、両軍ともに高いものについた。北軍75000名の損失は16054名となり、2ヶ月前の7日間の戦いの損失に相当するものになった。南軍48500名の損失は9197名だった。北バージニア軍はその勢力の2倍に相当する大きな士気の高揚を得た。それはアポマトックスでの降伏まで失われることはなかった。また、軍隊におけるリーの自信とリーに対する軍隊の自信は誰もどちらが大きいと言えないくらい等しいものだった。エドワード・ポーター・アレクサンダー、南軍のために戦う、この方面作戦は、リーとその主要な二人の部下の勝利となった。軍事歴史家ジョン・J・ヘネシーは、リーの最大の方面作戦だったとして、彼がかつて成した中でも、戦略と戦術の幸福な結婚と表現した。リーは大胆な行動と、適切な用心深さのバランスをとり、その部下の役割を効果的にする方法を選んだ。ジャクソンの回り込み行動は、この戦争でこの種の行動としては、最も大胆なものであり、ジャクソンならでは、そつなく実行できた。8月30日のロングストリートの攻撃は、時期を得、力強くまた迅速であり、これまでにないぐらい北軍を崩壊の瀬戸際に追い込んだ。リーに翻弄されたポープは事実上ワシントンで包囲された。もしポープがリンカーン大統領に政治的及び個人的に密接なつながりがなかったとすれば、彼の軍人としての経歴は完全に終わっていただろう。ポープはその代わりに、ウィスコンシン州ミルウォーキーに転任させられ、北西方面軍の指揮につき、1862年のダコタ戦争を戦った。ジョージ・マクレラン少将は、ワシントン周辺の全北軍の指揮官となり、そのポトマック軍は1862年9月12日に解体されたバージニア軍を吸収した。ポープがもはや脅威でなくなり、マクレランはその軍隊を再編した一方で、リーはその軍隊を西方と北方に向け、9月4日にポトマック川を越えてメリーランド州に入り、メリーランド方面作戦及びハーパーズフェリーの戦い、サウス山の戦い及びアンティータムの戦いへ向かっていった。ありがとうございます。